久保さん。今回、正直にしましょうか。正直の時期。なんかね、今商品売ってるんですけど、あの、いつも動画見てますと。正直に話すところが、なんか、いいです。いつも見てますみたいなね。で、買っていただいた方いらっしゃるんですけど。まあ今っていうのは、なんか、まあ Google の方針も変わったっていうのもあるんですけども、 Google の方針もね、なんかコンテンツ第一みたいな。まあ今までそのテクニカルで上位表示させてる。まあ今ももちろんあるんだけども、昔に比べるとそれがなくなって、まあコンテンツの中身が大事だよねっていう流れになってきて、で、まあ、うん、情報発信に関しても発信する人がめちゃくちゃ増えて昔に比べるとね。だからその中で、うん、選ばれるようになるにはどうすればいいのかっていうと、 まあ正直にやるっていうのがいいんじゃないかなっていう。まあ少なくても、まあね、あの、今日まで商品売ってる、その商品買ってくれた人も、まあそれで選んでいただいてるところがあるので、うん、まあ結果として出てますから。まあ久保さんも多分正直にやってると思うんですけどね。うん。そう。そう。正直。正直だったかな。正直。 なん,かな,んてかなんてメールで書いてあったかななんかねえっ、ー、とねうんこれかそうあ本音かすみません本音だ 本音で、いつも YouTube 拝見してます。本音で話されてるとこはとても気に入ってますと。これからも楽しみにしてます。本音ですね。本音か。うん。まあいいでしょう。まあ正直も本音も大して変わんないと思ってね。うん。うーん。まあだからまあ、まあ、今はまあ、そういうふうにやった方が選ば、選んでいただけるんじゃないかなと思いますね。うん。 まあ久保さんもね、多分本音話してるし、本音は逆に言うと、本音やす話,さす話しすぎて、あの、なんすか、ペナルティークラブっていうね、それはどうなのかそれは、まあ、それはそれで、それはそれでですよね。うん、いってらっしゃい。